なさいました。ありがとうございます。今回ですね、今年の3月に就役したばかりの新しい船になります。で、本艦の一番の特徴といいますのは、皆さん今立っておられる甲板ですが、こちら、見ての通り、甘美までずっと真っ平らな甲板になっています。こちらですね、飛行甲板と申しまして、ヘリコプターが夏、発射艦をすることができる作りになっております。こちらにヘリコプターが展示してありますが、こちらの形のヘリコプターで約11機、面積上は搭載することができます。そのような、ご意見、そうしましたら、こちらの移住機に、高性能移住機機関砲のご説明を、配布させていただきます。この機関砲ですが、何を撃ち落とすかと言いますと、敵の戦闘機やミサイル、こちらを撃ち落とすための機器です。まずですね、敵の、戦闘機、ミサイルが飛んできますと、どうやって攻撃をするのかと言いますと、本艦ミサイルを撃っております。こちらのミサイルでまず、この船から遠いところで撃ち落とそうとするわけですね。ミサイルを発射して遠いところで撃ち落とそう。こちら側の攻撃、ミサイルの攻撃を、かわしてきた戦闘機、ミサイルがありますと、最終的に取り入れになるのがこの 20mm 機関砲になります。一番最後に、使用する武器になります。こちらで、本艦の、ミサイル攻撃をかわしてきた、戦闘機やミサイルを攻撃します。では一体どうやって攻撃するかと申しますと、今一番上のところに白い石、がありますね。その上にボール型の、丸い部分があると思うんですが、こちらに、レーダーがついております。何をするレーダーかと申しますと、空中に飛んでいる戦闘機やミサイル、こちらを探すためのレーダーがついております。こちらで、空中に空にミサイルや戦闘機が飛んでいるのかな、飛んでいないのかなということを調査します。そして、空中に戦闘機やミサイルが飛んでいるのを発見しますと、次にどうするかといいますと、その丸いボール型の下の部分ですね、こちらの筒になっている白い筒ですが、こちらにお皿型のレーダーがもう一個ついています。このお皿型のレーダーは何をするものかといいますと、先ほど捉えた戦闘機やミサイル、これを追いかけるためのレーダー。こちらでずっと目標が、戦闘機やミサイルが右に動けば右に動きます。左に動けば左にずっと追いかけます。このレーダーに追従するように、この機関砲がですね、動くわけです。そしてある程度の距離まで近づいてきたら、もう危ないということになりますと、僕が自動的に判断をして撃ち落とします。この機関砲ですが、全自動になってます。自分で探して、あ、危ない、ドン、ドドドドドン、そういうとこまで自分で、持っていくことができます。非常に頭のいいみたいですね。それではですね、実際に動かしてみて、皆さんに見ていただこうと思います。動かす際ですね、ベルが鳴ります。非常に大きなベルが鳴ります。その後、ベルの後発射をしますが、この発射の時も非常に大きな音がしますので、お気をつけください。また、発射ですが、約 1.5 秒ぐらいですね。非常に短いです。シャッターチャンスは一度きりです。やり直しは効きません。1時間待っていただきます。カメラをご用意されて、シャッターチャンスを逃さないようにお願いします。それでは動かします。いろんな方向からの攻撃に耐えられるように、いろんな方向を撃つことができます。今目標を探しています。はい、間もなく発射します。
電話止まります。はい、アイドルさんですけれども、今のでちょっと皆さんいっぱいお集まりいただいたので、3分しまして2秒近くあったりします。しっかり見ていただいた方は何発出たか数えられたんです。はい、それでは分かる方は、ありがとうございました。